やられちゃった旦那、魔物にもうなんとかされちゃったんですね。でもそこをね、あのちゃんとギリギリで止めたからね、歌子妹子がね、よくある展開ですよ、 BL において。あのモブレされそうになった直前で攻めが助けに来る。お最近もね、そういうやつね読みましたね。まあ、これはちょっと雑談枠でいようかな。はい、帰れないと妻が待ってるもので失礼します。だから旦那なんだ。あ旦那ネトラ NTR 的なやつかな。まあ、そういうのもいいよね。まああのおっさんの見た目は好みじゃないけど信じてほしいんだ。本当のあいつは、これ完全にやっぱできてんじゃん、リングとドラゴン。ドラゴンは何、要はなんかの悪い力でああなっちゃってるだけで、本当はいいやつだと、それを信じてほしい。リング好きじゃん、ドラゴンのこと。やっぱ元彼、いやむしろもしかしたら今も関係があるかもしれない。昔のドラゴンは体が弱くて、何その萌えキャラなんで萌え、ドラゴンにそんな萌え要素を付け足してきた体が弱くて、それで今鍛えて穴になったの。何ちょっとオタクの女が好きなやつじゃん。僕は彼を鍛えるためトレーニングを教えてきた。あなるほどね。リングの本当の姿見たいですけど、これリングに封印されてるからああいう姿なわけで、本当はもっとなんか違う姿なんでしょう。あいつだって頑張って鍛えた価値からこんなことに使いたくないやつ。あ闇落ちしちゃったのかね、なんかに、なんか闇の力に今操られちゃってるか、そういうやつよくある。だから僕はどんなことしてでもあいつを闇のオーラから、いや闇のオーラに支配されちゃってんだ。あそれを助けようと思ってんだ。やっぱできてるじゃん、ドラゴとリング。これつまりあいつらのそういうラブラブストーリーに付き合わされる主人公ってことね。そういうことね。あそういう話なのね。それであのドラゴが次のお前の相手はそいつかとか言ってなんか嫉妬してたの。なんかすごい展開になってきた。三角関係だろうなって言いましたけど、まさか本当にそんなガチガチにそういう展開になってくるとは。